はい、こんにちは、ソルウィンです。いきましょう、イスクスト2というわけで、の実況をしていきたいと思います。737日目のログイン&日記です。結構こういう格好も似合うかもしれんね。ありがとうございます。そして今年も残りわずかとなってまいりました。右の気分と、ど真ん中の気分。なるほど。プロキオンプディングペア、爆撃星ガールズペア、ビガタガールズペア、双子座ガールズペア、ソリダガールズペア、コドブ2年ガールズ4、コドブ1年ガールズ3、赤ずきん様、私がアリス、シーケンが委員会ガールズペア、最近あんまり伸びないね。はい、転送コードの使用期限が迫っております。アザラスス、アザザサス。というわけで皆さん、今日は、ようやくですが、ランキングもあるから、ランキング、まあ、いっか。先もらっちゃった。見なかったことにして。ランキング。そっか。今日はちょっと本題がエピソードキラルなんで、後にしましょう。もう今ちょっと一瞬見えたのは気のせいです。エピソードキラルじゃない、エピソード5。第1話読みたいと思います。新たなる世界の旅立ち。なんか、エデンチャンネルってこうやって言葉が出てましたけどね、すでに。で、この人ね、新キャラかな。だから、タネちゃんにちょっと見えてるような、似てないような。このチャンネルの世界は、世界じゃないや、地球は美しいね。この感覚は、次元の狭間。てか、マリーさん、いや違うな。どうやら風変わりなことをしている人間がいるようじゃないか。まあ、手慰めにくらいにはなるだろう。飛んでる宇宙空間に一人、すごい独立なんとかができる、そして一人で効果ができるという、素晴らしいですね。そういう視点で見てていいのかな。同じ頃エテルの正門わあ、みんな来た。あ、これは私の着せてる格好だね。たった今は3じゃない。3日ぶりのエテルの夜明け。なんか結構今、あれかも。ちょっと脳がお休み状態かもしれないけど。あ、やっぱりエテルの方が静かで落ち着きます。それじゃあ解散だ。また明日から任務の毎日だぞ。はーい。まあ、いろんなところにね、教会とかチャンネルに、で、オーブリを退治したりしてると。あ、日の宮ちゃん、葵ちゃん、おかえり。おう、港に早坂だ。エデルの留守番を頼んで悪かったな。あ、そうだ。いえいえ、私たちもたまにあっちへ帰らせてもらってますから。ああ、あっちに惑星、ポルエアに。留守番といっても、エデルの側でみんながいなくなってるのは数時間もないしね。あっちには3日間もいたのだが、つくづく不思議なものだな。まあ、あれよね、なんていうのこれ。時差じゃなくて、まあ、時差って言っていいんだっけ。ね、まあ、何光年離れてるよとか的なやつね。だから、月とか、まあ、宇宙旅行してる間に、まあ、浦島太郎現象が起きちゃうやつね。今回のカレントチャンネル行き休暇はどうでしたか？ああ、そう、カレントチャンネルって響き久しぶりに聞いた。楽しかったです。やりたいことがたくさんあったけど、あっという間に3日が過ぎちゃって。滞在は3日間たちだし、ごめんなさい。だいぶ噛むな。みんなで行きも帰りも極力時間を揃えないといけないのが多少面倒だが。ズレが大きくなっては良くないし、頻繁に帰っていたずらに時間を進めるものでもない。時空管理官もうるさいしな。この辺難しいよね、本当に。時間の話とか。みんなで決めたルールだもんね。できるだけ守らなきゃ。そういえばさっき、京橋さんとしのめちゃんが校舎の方に行ったけど何かあったの？あ、これはあれですか？行動変身を授かった時とかな。かもね。先生に呼ばれてプリズムルームに向かったみたいです。理由は聞いてないとのことでしたが。ああ、じゃあそうですね。あ、二人がそっちのカレントチャンネルでハメを外しすぎちゃったとか？お叱りを受けてるんだよね。ついじゃないんだからそれはないと思うよ。ははは。プリズムルームに呼ばれたということは新しいメモ化が見つかったのかもしれんな。そうだね。今までにメモ化が見つかった子だけ呼ばれることがあったしね。新しいメモ化、つまり新しい戦力ということでしょうか。これどういうペアリングになるかは気になるところだよね。
めちゃめちゃ仲がいいメンツになるのか、あえて違う、今回から新しくなる、まあエデンチャンネルの方で仲がいいからみたいな設定になるのかだよね。正直なところ、真相や幻想を使いこなした今、私たちがオブリ程度で手こずることはなくなったが、新しいのが出てくるわけですね。そうだよね、模様仕事のためになぜか現れる変態のオブリならもうそんなに苦戦しないよね。もはやザコレベルみたい。何より私たちのカレントチャンネルからもはや差し迫った危機がなくなったからな。まあ一応って言っていいのかね。そうだ、詳しくは知らないが、港と林からのチャンネルも完全に平和になったのだろう。まあ一応ね。はい、いろんな人たちのものすごい頑張りと、隊長さんの助けもあって私たちのカレントチャンネルは変わることができました。思うことはあるよね。失礼、なんか喉の調子良くないな。だからその分、フィスフォースとして私たちも引き続き頑張らなきゃね。ユニバースの歪み、唯一世界。コスモゲノムディフェクト、世界の遺伝子の欠陥による悪い影響の拡散を食い止めなきゃいけないでしたっけ。ああ、ありましたね。過去のお話。それがフィスフォースの務めなんですよね。まあ今までもずっと継続中。いつか終わるかわからないが、私たちならユニバースの歪みを正すことができたはずだ。あれさあ、あの人どこ行ったんだろうね。ちょっとお名前を忘れてしまったけど、いたよね、教官みたいな女性が。あの方も後に出てくるんでしょうかね。まだその話は解決してなかったはずだけどね。過去のエピソードもやっぱ読み直したいよね。私たちに不可能など会ってたまるか。ウーツイーベント首相で愚かな追い上がりだね、さっきの人は。誰だ誰だお前は。少し前のこと、エテルの物資管理倉庫通路。あら、寝てる。急に襲われるなんて、なんと。ネルちゃんは頑張ったであります。助けを呼んでくるであります。いろんなモシュネちゃんがおるで。ありがとう、来るモシュネちゃん。あの子のことも伝えてね。あの子は人間？オブリを感知するセンサーには反応がなかったみたいだけど。あんなの、あれが完成しないといくらみんなでも勝てないの。なんだと？先生、もしなちゃん、急いで。あれとは一体。いきなり攻められている。この方では？あ、でもこの方ですかね、やっぱり。単独で乗り込んできた。何者だ？テミスさん。何者？機械生命体だよ。人間にはテミスと呼ばれていたね。あら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 。テミスって言うとちょっとね、とあるゲームのやつが浮かびますけどね。まあ、てかテミスって確か神様だよね、もともと名前はね。ところで興味深い話をしていたじゃないか。オブリ程度で手こずることはない、とか。確かにそう言ったが、まさかお前もオブリなのか？どれほどのものかと思ってね。お前たちは5次元感知能力を持っているのだろう？港さん？明確な敵意を感じます。警戒を。パチパチ。へえ、見事に姿を変えるものだね。オブリと同じように私を退けてみてよ。敵を倒すのは得意だよね。強いんですって？その言いざま？言いようかな。やはりオブリではないのか。機械生命体といったか。人ではないゆえか。力量が押し量れるな。髪の釘。ああ、なんか覚醒が解けたみたい。ならばお望み通りに戦ってやろう。それがお前を知るのに一番早いしな。ああ、確かにこうやって見ると機械っぽいね、肩とかね。物分かりが良くて助かるよ。ではこの一撃でお前を見極める。何？片手で日の宮ちゃんの剣が簡単に止められた。ギブだけじゃない、こいつの体信じられないほど硬いぞ。綺麗なんて、どんな素材でできてるんですか。悪くない一撃だね。だけど終わりだよ。わあ、一瞬首が、わあ、腕からなんか出てきた。そんなギミックを仕込んでるくせに高度を保っている腕。腕が変形した。そんな日宮さんが一撃で。おや、加減は誤ったようだね。失敬。まあ死んではいないよ。ああ、なんかやっぱりユリエちゃんも弱体化したみたいな。覚醒させてるとこうなるのか。ニホー、許しません。
多勢に無勢だが、しかし分かっていると思うけど、まとめてかかってくることを推奨するよ。そういうことね。多人数で挑むのは卑怯ではないと。近くに反応のある大勢の仲間も呼ぶといい。そうすれば勝てる見込みが出てくるだろう。なんだこの無双キャラは。新たな敵とはということでも、完全に悪かどうかは分かんないよね。なんか、まあ逆にこの人を追ってエデンチャンネルに行くのかどうかか。35人か。随分と来たね。もうおしまいかな。2人来てない先生とかが。あ、違うか。あ？なんて強さなの。このままじゃ全滅しちゃう。私たちにここまでダメージを与えるなんて、あの攻撃はどういうことなの。お前たちの体には確かに驚いたよ。意識だけは次元の狭間に移し、五次元粒子を媒介にカリスムの体を自在に再構築するか。その技術は大したものだ。このエテルナのお話ですね。だけど、カリスムの体なんて、その形、素形じゃない、素性を乱してやればいいだけ。完全にバラさなかっただけ優しいと思ってほしいね。できたけどやらんかったって。あなたは一体。ユニバースの歪みを正すとか言ってたね。なるほど。お前たちが普通じゃないことは分かったけど。さとかちゃんの円盤が回ってます。いつもより多く回っているかどうかは分かりません。人間が努力しようと背伸びしようと結局無駄なんだ。心が潮時だね。何かを誘っている。あ、違う、2人はあれかな。ね、聖堂変身を持ってた2人が来て戦うと。でどうなるかですね。ちょっとみんな大丈夫。あ、でも先生いたよ。35人と戦ったんじゃなかったっけ。あれ大丈夫。まあいいや。みんなあいつにやられちゃったの。ミネルちゃんか。あ、そうか、ミネルちゃん込みの35人か。そうだね、ミネルちゃんのこともカウントしなきゃいけないね。ミネルちゃんから連絡を受けて飛んできました。もう甘えたら遅いじゃない。プリズムルームで何してたの。みんな喜んでいる。この二人に期待が高まる。遅くなってごめんね。すぐに助けてあげるから。新しい聖堂変身の力でね。何か違うものを見せてくれるのかな。そうだね、新しいものですね。こんなことをしといてただじゃ済まさないわよ。覚悟しなさい。ボイスアリー来た。パチ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 。そうか、その輝きはコンダクターの光。やはり実用化していたんだね。コンダクター。どういたい。人間の力だけで開発したというのか。さらなる次元に至りうる術を。どうなんだろうね。見つけてきたって言ってた。ああ、よくわかんないけどさ、あんたが私の大切な仲間たちを痛めつけてエテルノを壊したってことははっきりしてるのよ。さあ、ぶつけ本番でいいわね。ぶちかますよ。よし、のめりょ。フルネームで読まない。りょうこ、援護を頼んだわよ。しのめりょうこじゃなくなった。来た、仲良し。これがリンクの力。この威力、直撃は面倒か。そんな威力だ。まあ、実際ね、今までのリンクの分乗っかるっていう。もらったわ。クラエかっこいいな、そのこのやつ。しゃらくさいなよ、強い。弾いた。これが聖堂変身の力ですよ、皆さん。これが私たちの全力。テミスさんの声がないようですね、今のところ。あ、今もそれ軽くバーストしてた、もしかして気のせいかな。今の一撃は耐え切ったっての。こっちこそ驚いて。人間が私の攻撃に耐えてアマツさえここまでやるのか。お前たちのことは分かった。ここで終わりにしよう。どういう意味で。はあ、人間人間って見下してめちゃくちゃにして急にやめるの。続けても構わないけど、今の力はまた出せるのかな。悔しいけど、あんたの言う通りよ。この力は消耗が半端じゃないわ。まあリスクはある。だから、引いてくれるなら正直ありがたいわ。今はみんなの手当が先決だから、その辺はちゃんと言ってあげるとこ、優しいというか、なんというか、素直というか。あまねちゃん。潔いね、安心していいよ。私に二言はない。まあ、何が目的なんですかね。なんか力を測りに来たみたいな。お前のほかお前たちには興味が湧いた。
きっとまた会うことになるだろうね。楽しみにしているよ。悪ではないのかどうなのか、どこに行くんでしょうね。叶わなかった。エーテルのボロボロ、私たちが負けるなんて。ほんまにボロボロなんですけど、どんだけひでえ暴れ方したんだか。ユリさん泣いてるように見えるし、あ、見逃してもらったようなものだな。まあ最初こんな感じからどうなるかだよね。テミスと名乗った機械の少女が去っていく姿をみんな見つめるほかなかった。やられたみんなは命に別状はなく、ダメージの回復にもあまり時間がかからなかった。あいつが本気を出せば私たちなんてバラバラにできたはずなのに。そうね。一体何が目的なんでしょうか。そうそう、エテルナの破壊された場所も掃除機たちが頑張ればすぐに直せるとか。掃除機考えたらエテルナが襲われたことは何度かあったけど、ここまでやられたのって初めてよね。今回アマネちゃんが主人公みたいになってますね。ああ、ミネチン。後で分かったんだけど、エテルナの物資管理倉庫で新型ステラプリズムの素材である加工途中のコンダクターが奪われていたの。それが目的？ミネラちゃんが泣いてる。ミネラや掃除機たちも休んだら回復した。だけどミネラはしばらく大切なものを奪われちゃったって泣いてたもんね。私たちこそ不甲斐なくてごめんね。あいつからすぐに取り返してやるわよ。許せませんね。もう掃除機しかも言いづらい。なんか掃除機が時空管理局の設備を駆使してテミスの捜索を始めてくれたわ。そして数日後、まあ見つからない人もいますけどね。見つかるかな。ついにテミスの向かった場所を突き止めたもし。そこがエデンチャンネルか。実はテミスらしき反応は3つのチャンネルで確認できました。ほう、3つのチャンネルってどういうことですの？まさかテミスが3人に分裂したとでも？まあ時間差があるとかじゃない？あるいは3人のパラレルな存在のテミスかしら？ドッペルゲンガー？原理はわからない虫が全て同一のテミスみたいな虫。ほっほう。どういう状況なのかわかりません。ただ確実に言えるのは、テミスが私たちと同等以上の技術や力を有する存在ということですね。まあこの3人っていうところはまだキーワードなのかもしれないね。今後出てくるから覚えておきますか。本来ならテミスのように危険な存在へとむやみに近づくべきではありません。しかしテミスに私たちの所有していたコンダクターを奪われたことが問題です。コンダクターって何なんだ。パトリー2をもらった時に見せてくれたあの宝石みたいなのか。なんか覚えがあるようなないような。そうなの。フィッシュ粒子を超高濃度に含む物質、それを性質にちなんでコンダクターって名付けたんだよ。そしてコンダクターは従来のステラプリズムと同様に扱えるように結晶化、調整加工したものを、ステラコンダクトプリズムと呼ぶことにしたもし。ステラコンダクトプリズムによって、聖堂変身のメモ化発見、開発が可能となったのです。それができなくなってしまうわけですね。しかもそれを奪われてさらに危ない。なるほど。そんな代物をテミスが悪用したらどれほどの脅威となるかわかりません。ステラプリズムでさえ危険だったのに、その上位互換版のようなものが。そうね、ステラプリズムを云々するってお話があるとかないとかあったよね。大丈夫だから、これから頑張るんじゃん。さすがポジティブ。というわけでフィスウォースには彼女を追って今から指示するチャンネルへと向かってもらいます。こっから新世界ですか。私もちゃんと同行します。危険な相手ですからね。仕事をサボりたいからじゃないぞ。奪われたコンダクターを取り戻して、必ず全員帰ってくるようにしましょう。全員揃って帰ってくるようにしましょう。翌日エデルのプリズムルーム。皆さん、新しく用意した漁槽の着心地はどうですか。漁槽でいいのかな。これは立派だね。しっかりしたブーツと多機能なポーチ、防寒性のある素材。冬場には持ってこいですか。しかしスカートだけどね。目的地のチャンネルの環境次第ではパトリーで変身する余裕もないかもしれません。でもその格好と装備であれば少々の状況には対応できますから、ぜひ活用してくださいね。残すはもらえるのかな。というわけでこれから指示するチャンネルへ向かってもらいます。ただしテミスやウバールでコンダクターの正確な位置は分かりません。そのためいつものチームではなく、より細分化した編成で同時多点捜索作戦を展開してもらいます。これがこの組み合わせが多分重要なんだろうな。これによってペアが決まるのか。細分化した編成って具体的には。しかもね、
テミスと戦った時にアマネちゃんとリョウコちゃんが見せた力を覚えてたもしね。うん。覚えてますね。うん。ええ、二人専用のメモカだったよね。って、まさか？そのまさかです。私たちは聖堂変身のメモカをどんどん見つけ始めています。あ、もうあるんですね。あとはコンダクター次第？いつテミスと遭遇するかわかりません。だから対応できる確証のある戦力で動いてもらいます。あ、でもこれもう見つけてりゃいいのかな。今ももしない喪失でメモカの情報源の増作と見つかったメモリーの書き出しを全力でやってるもしゅ。つまり、基本的には見つかったメモカに基づいたペアで行動してもらうことになるの。ああ、すでにもうあるんですね。げ、つまり私は篠宮涼子と二人で行動するってわけ？よろしくね、アマネちゃん。あとフルネーム名なしだよ。なお、京橋さん、篠宮さんペアを含む数組は、世界統一政府が完全社会を実現しているというエデンチャンネルへと向かってもらいます。あ、これ待って、3カ所いるから、3つのとこ行くってことかな。3つに分かれる、チームを分ける感じが。なんかスパロボとかで宇宙とか地球とか、なんか分けて出撃するイメージが出てましたね。チーム編成が。なんでか過ごそう。住みたいかも。まあ、先が思いやれることを言うんじゃないわよ。いつもと違う任務もいいじゃないか。まあまあまあ。確かに、ヒナは誰とペアになるんだろうね。もしかして、ハズキとだったりして。なんかね、この並びだとね。おやおや、そりゃ面白そうだね。では、分かってるペアから行く先を伝えていきますので、ちゃっちゃと飛んでっちゃってくださいね。ごめんね、めっちゃ噛むな。テイラ先生は軽い言い方してますけど、きっと長旅になるもしね。長時間エテルノ離れて大丈夫なのか？いや、パトリですぐに行き来はできますけどね。おお、便利。だから、新コスイベントとかもできるね。そういうわけなので、いつものおぶり退治や特訓なんかも合間にやってもらいますよ。忙しい。隊長さんもいつも通りみんなを支えてあげてくださいね。それはもちろん。お任せあれ。それではみんな、ボンボヤージュモシュー。ああ、タイトルコール。第1話、新たなる世界への旅立ち。エデンチャンネル以外にも別に行くってことかね。3カ所あるみたいなニュアンスあったもんね。すべてのテミスのところを同時で攻めるかどうか。でも逆に分けていいのかどうかだね、戦力をね。何を驚いているのかな。ああ、この間のミネルちゃんの代わりみたいなパティン。お前が観測できるというなら、私がお前を観測できてもおかしくないだろう。深淵を覗いているとき、また深淵もお前を覗いているのだ。なんかちょっと違う。ずっと視線を感じていたから、辿ってみたけど、なるほどね。お前も人間らしいな。僕は猫ですけど。お前とエテルナトであるの連中はこれから何をしてくれるのだろう。めっちゃ噛むけどね。せいぜい私の空虚な毎日の慰めにもなってくれることを期待するよ。ああ、退屈だから遊びたい感じの強者の人。期待に応えてくれたら私も何かが変わるのかもしれないけど。ああ、それによって運命が変わるんですか？でも機械なんでどうやってメンテしてるんですかね。自分でやってるんですか？ブラックジャックみたいに。いや、ブラックジャックを引き合いに出すのはどうかと思うけどね。人間にそんなことは無理だろうね。あらあら、そんなこと言わなんといて。なぜなら私は、いや、この話はやめておこう。なんすか、神ですか。見るのは得意なのだろう。ならばこれから見てみるといい。すいません、いつも見てばっかです。観測しかしてません。すいません。人間の本質をね。おっと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 、何ですか。そういうとこに触れてくるんですか、今回は。To be continued。今回ね、仲良しのペアができて、リンクがうんぬんとかなるけど、そこが逆にみたいなとこですか？またまたそういう、なんか、あれですよ、あんまえぐるようなストーリーはやめてくださいね。なんてね。でも楽しみにしてます。じゃあランキング見よっか。まあ、とりあえずね、最低目標を達成して、ちょっと初日ミスったんですけどね。初日ミスっちゃったけど、2日目はね、もういただくものをいただいたんで。お疲れ様でした。ういっすういっす。みんなの力が一つに集まる。その通りですね。うわー、ごめんね、飛ばしちゃった。そっか。一気にいっちゃうんでね。トップ3は第3位。ユージー隊長さん。個人ダメージは119,881,1405。すごい。第2位はユーヤク隊長さん。個人ダメージはなんと178,035,195。そして今回のトップは守護優隊長さん。なんと213,376,7675ものダメージ。素晴らしいですね。まあ、見慣れた名前の方々ばかりですね。やはり上位陣。僕はまあどんぐらいですかね。ああ、まあまあまあ。さっきチラッと見えたような気もしますが、とりあえず1億2500万を達成しようという、ラインでした。ランキングはあまり気にしなかった感じです。
ちょっと初日ミスっちゃったんですかね。うん。でもあれだっけかな、私、どうだったんだろうね。でもなんか、防衛戦って累計ダメージでしたっけ？なんかあんまり、だから今までとシステムちょっと変わってる雰囲気もあるんですよね。なんでもしかしたら違うかもしれないけど。まあ、ダメコンとかね、そう。防衛戦ってなんか私、どのラインまでやれてたかな、まあ、その辺はちょっとね、まあ、ついでに2周年で私のね、振り返り動画みたいなのとね、作る予定なので、その時にちょっと見てみようかなと思うんですけど。だ生地、まあ、パート800ぐらいやってると、過去の動画を掘り返すのは結構大変っていうね。まあ、それはそれかなってとこもありますけどね。ああ、そっか、100連とかが、まあ、100連っていうか100、100回で、SRE 塾でガチャ引いちゃおっか。いや、でもどうしよっかな。今日はメインが、あれですか、メインストーリーなんでね。余計なことはせんとこきますか。で、お着替えが今日が30日なんですよ。ちょっとね、どうしようかな。もう終わらしときたいですけどね。倒さないかな、17万じゃ。どうかな。ノーボイスですよね。42、3万ぐらい。ああ、超ギリ。ここが倒したかったかも。ないでしょう。という感じで、気になるエピソード5ですか。オグリも楽勝とか言って、じゃあ逆にあれかな、1月から、1日からでしたっけ、シンコスイベントで出てくるオブリュー、おふざけ変態オブリューがザコじゃなくなってる可能性が、いや、さすがにそこはないかな。ね、行動変身がないとしんどいですよっていう風にはならないと思うけどね。まあ、急にがっつりインフレされちゃうと、それはそれで大変ですからね。私もね、無課金税としては、まだついていきたいですからね。まあでも協力戦とかは多分システム変わると思いますからね。その辺がどうなっていくか。まあ楽しみにしつつですかね。まあ次だから防衛戦こずいちゃおうかな。防衛戦はやってもいいんじゃないかななんて思ったりして。あ、でも2日分あるんだよね、これね。バッババン、バッババン。もう落ちてんじゃないこれ。でも一応2日あるんですよね。残りは。今日30日と31日。2日分。あ、まだ落ちてませんね。当然の差しに行くかってね。任せるです。触れない。高速モーターにしたかったね。火力が、まあ、1位。1000万ぐらい安定して出したいですよね。まだまだその領域ではないか。で、最終日の状況だけ見て、今日は終わりましょう。明日、とりあえず、ある意味、まだ運試しができますね。ナイス1000万。まあ、ただ個人報酬と、まあ、ランキング報酬はね、そこまで差異が出ないので、ぼちぼちな感じでいきたいと思いますが。とりあえず、こんだけ殴っといて、で、個人ダメージ報酬が、2億5000万かな。で、そこまでやりましょう。まあ、2日かかりですからね。10、100、1000万、10万、100万、1000万、そうですね。2億5000万。まあ、一応また、明日もログインで、もうコールもらえるはずなんで。っていう感じですか。で、称号は置いといて、総合は、まあ、みんなで小付けば、あ、てか、そこ、あとランキングか。ランキングはね、まあ、よく言えば5000円以内ぐらい入りたい気もしますが、レアガチャ券が1枚ね、ダイヤが2個違うからね。という感じでございますか。これさ、総合系ダメージ報酬か、ここで見てたね。だいたい超えてるよね。最終的にいくつあったの？ 5 兆か。5兆。どうでしょうね。でも今まで、なんか1日で、なんかね、4兆くらい出てませんでしたっけ。あ、そうだ。あとあれだね。なんでちょっとあの雰囲気をまた変えます。でもクリスマスムードは終わりかな。次は正月モードにしていこうね。まあ今日はいいかな。お着替え、明日お着替え、明日ってか、まあちょっと別撮りするかな。もしかしたらそうですね。今日の分はちょっとまた別で撮ろうかな。ちょっと明日、まあちょっと大晦日とかね、元旦ちょっとね、やることもあるんで、動画撮れない可能性もちょっとだけあるからね。まあその辺はちょっと、まあ出すタイミングは考えます。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。